ダルフ将軍、ベルダン方面の暴動鎮圧、見事でやった。あほう、もったいないお言葉です。そこで貴公に褒美としてロットバイル地方を与える。おお、あの豊かなロットバイル地方を。この度の働き、そして今までのギザロフ将軍の功績を考えれば、そのくらい当然であろう。身に余る光栄であります。しかし望むなら。なに、ロットバイル地方だけでは不満と申すか。いえ、むしろ逆でございます。ロットバイル地方ほどの広大で豊かな土地は、陛下が所有なさってこそ有益となりましょう。私めはゴタール村一つで十分でございます。ゴタール村、あそこは何の砦もない辺境の村だ。税の取り立てもままならぬほどの貧しい村だぞ。私は陛下に功績を認めていただけただけで満足でございます。欲のないこと。聞いたか、皆の者、イザロフ将軍こそまことの忠臣ぞ。は幸せ者だ。父上、お疲れ様です。クルーが式典の方はいかがでしたか。心配ない。予定通りゴタール村を手に入れた。では、ついに。うん。まずは村の税率を倍にするよう通達を出せ。税の倍ですか。聞けばゴタール村は今の税さえ満足に払えぬ。そうだ、己の身に危険が迫れば連中とて牙をむくだろう。任せたぞ。承知しました。お前らいいな、くれぐれも失礼のないようにしろ。わかっていますわ、お父様。お姉様の代わりは私たちが果たしてご覧に入れます。本当はお前らを行かせたくないのだが、息子が病死したとなっては代わりを出さねば約束を破る。もし連邦に睨まれたら、隔音室なんてひとたまりもないもんね。アンジェルヌ、だってお姉ちゃん本当の方だもん。ねえ、提督もそう思うわよね。はあ。
うならないように王都へ向かうわけですから。娘二人を連邦へ向かわせるのは我々に戦いの意志がないことの証明。無事に娘たちがたどり着けるようしっかり護衛するのだぞ、ウィラー提督。分かっていると思うが、何かあったらお前の責任だぞ。お前が軍の最高責任者なのだからな。承知しております。では到着が遅れるといけませんので、我々はそろそろ。それではお父様、お母様、行ってまいります。行ってきます。いかがでしたか、父上。どうでした、村長。すまん、俺がジダロフ様を説得できなかった。父上、クソ、ジダロフのやつ、今までのせいだと。自分たちの金縁を減らして払ってたんだと。それが2倍だ。連中は俺たちに死ねと言っているのか。それでどうするの。どうやったって払えないんでしょ。やるし、もうはない。仕方なかろう。我々が生きるために残された道はこれだけだ。おお、中から好きなものを順番に選んでね。
番目に好きなのを選んで。3番目に好きなのは何？次の3つのうちで英雄になるために一番必要だと思うのは何？力って何のことだと思う？なるほど、知恵か。次の中から一番興味を引くものを選んで。次の4つの中からお兄ちゃんの長所を挙げるとしたらどれ？じゃあ逆に短所はどれ？もしお兄ちゃんがとんでもない力を手に入れちゃったら何をする？軍隊を率いるとしたらどんな軍隊が理想的だと思う？へえ、そうなんだ。戦いが始まった時、お兄ちゃんは次の中から何を必要とする？なるほどなるほど。じゃあね、じゃあね、お兄ちゃんの好みのタイプってどれ？次の中から選んでね。
ねえお兄ちゃん、もう飽きちゃったから、どこか遊びに行こうよ。父上、これから徴税官がゴタール村へ向かうそうです。そうか、今日か。そろそろ連中もしびれを切らす頃だろう。手はず通り兵に通達せよ。はい。それからクルーマ、お前は例の計画の指揮を取れ。何かおればいつも通りに連絡をくれればよい。お前のことだ、心配はいらぬと思うがな。任せておいてください。手抜かりはありません。ふふ、頼もしいやつだ。倍速とは大違いだ。は？ああ、いや、何でもない。そうですか。では私はこれで。ついにやってくる、このわしの時代がな。
は。通りだ。この村の現状を見てみろ。我々は今までの税額だけで精一杯なのだ。こちらの知ったことではないわ。決められた税を払えぬ連中など我が領民にあらず。お前たちを返り討ちにした後、家探しをしてでも持ち帰ってやる。ものならやってみろ。では参りますか。頑張ってね、リッキー。ふん、姉上はそこで私の戦いぶりをご覧になっていてください。教会に鍵をかけた。この中にいれば直接兵に襲われることはないだろう。頑張ってね、お兄ちゃん。ありがとう、レイチェル。よし、行くぞ。
ケラが我々に歯向かうとどうなるか思い知らせてくれるわ。向かった以上、貴様らも死ぬのだ。
人生生き延びる方法を考えるだな。やったか。私たちにかかればこの程度の連中などだが、これで後戻りができなくなった。その通りだ。ダナ、徴税官を手にかけるとはどういうつもりかな。ギザロク様、あれが連邦軍の将軍でこの村の領主になったギザロクか。村長よ、なぜ黙っている。領主ギザロフの問いに答えよ。なぜ徴税官を手にかけた。お前たちのような人の痛みのわからぬ輩に勝つ耳などない。お前たちは貴族以外の者には生きる権利がないというのか。偉そうな口を聞く。人の権利は義務を果たしている者が主張するものだ。税を払い抜かれといって反乱を起こすような奴に権利などない。ならばお前は我々の権利を奪うために無理な増税を行ったんだな。わしはこの地の領主だ。税率を決める権利はわしにある。どのみち反乱を起こしたお前たちに権利などない。者ども、反逆者に制裁を加えるのだ。取りたいと逃がしません。囲まれたか。クルーガー、反逆者の相手はお前に任せる。お任せください、父上。例のものはそこか。Oh, yeah.
ついに見つけたぞ。やった。それを持ち出してはいかん。これが賢者の水晶か。なるほど、この波動かなりの魔力を秘めている。魔力のキャパシティだ。まだ開花していないようだ。これはとんだ掘り出し物だ。離して。レイゼン、静かにしろ。ハリウム、どうした？レイゼル、返事をしろ。レイゼル、無駄だよ。すでにわしの術中にある。この娘の耳にはわしの声しか聞こえぬ。レイチェルをどこへやった？我が野望を成し遂げるために役立ちそうなのでな。ありがたく使わせてもらう。後のことは任せたぞ。お任せよ。この下船者が姉上を返さぬか。それよりも自分たちのことを考えるのだな。確かに今はこの状況からどうやって皆の衆、ギザ6は
我々の反乱を待っていた。我々は罠にかけられたようだ。許せん。せめてクルーガーを倒し一矢報いてやりましょう。お前たちは南の門から逃げろ。あそこは天津だ。正規軍には勝てん。わしらはもう長く生きたが、お前たちはこれからだ。それにあの水晶は取り戻さねばならん。父上も一緒に逃げましょう。ダメだ。お前たちだけでも生き残るのだ。我々も最後まで戦います。我々の気持ちも村長と同じです。みんなすまん。さあ二人とも急いで南門に向かえ。水晶を頼んだぞ。分かったよ父さん。
我が怒りの鉄槌、受けてみよ！Yeah.